ったかな。私は CM も聞こえるから。で、これは、ちょっと名前先こっち。私も完全にこのパソコンの字、全然見えないから。あ、まあ、違いない。全然見えない。あの、誰か来てるなっていうのは分かるけど、読めない。何でですか？お疲れ目？うん、お疲れ目もそうなんだけど、白内がもしかしたら入ってるかもしれない。あ、本当ですね。ちょっと何も聞こえない。もしね、分からなかったら、これがちょうど20時になった時にオンすれば。なんか、なんか、なんかでよくなっていいですけどね。あの、それもちょっと考えていますけど。こっち、このボタンを押す。うん。これ？うん。うち母は手術しないで結構良くなってます。うん。聞こえないですよ。でお願いしましょうかね。これが CM だけ聞こえないですよ。どんな風にしたのかな。じゃあ CM 聞こえないですよ。そうですね。うん、なんか目に出るのちょっと怖そう。ちょっと怖いからだからどうしようかな。成長さは最後らへん、うん、適当なところに入れていきましょうっていう、今のネットからもできますよっていう感じで話しすればいいかな。告知の前がいいですか？最後に時間が余ったらって感じでいいですか？何、タミは家にお任せ家に聞いておくんなさいほぼ丸投げお願いします。何も聞こえないです。うん。あ、じゃあこっちにする？この。本当だ。何も聞こえない。こんばんは。10月5日月曜日、時刻は夜8時ちょうどとなりました。私たちの元気の源、美女の掟の時間です。この美女の掟は、あまり知られていない宜野湾市や沖縄の情報を発信し、私たちの暮らしの中からスパイスを見つけ出して免疫力を上げるお手伝いをします。宜野湾から目指せ健康長寿世界一、イエーイ。今日のパーソナリティはみっちゃん、みっつ、ゆうりん、りえの4名でお届けいたします。はい、久しぶりに揃いました。はい、さて、先週はみんなどう過ごしましたか？私も久々なんですけど、誰から行く？はい、はい、じゃありえか。はい、私バッサリ髪を切りました。そうだ、人生初 の、 あのヘアドネーションをしました。はい、おめでとうございます。それからちょっとですね、はあの私事なんですけど、母が、はい、あの大量の薬を今まで飲んでたんですけれども、うん、あのみっつ、ごめんなさい、みっちゃんおすすめのあのサプリメントをやっと飲み始めてくれて、はい、でなんかすごく調子がいいみたい で、はい、で今日ね3カ所お出かけできました。すごい、すごいんですよ。本当にもう1年がかりだね。1年がかりで説得してやっと飲んでくれました。はい、とても嬉しいです。私の主人もそれでね元気になって、はい、今ねなんとか頑張ってるようなものなので、はいはい、嬉しいです。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。はい、あのトロンボンさん、ハローエブリワンってことで、あ、ハローです。ありがとうございます。聞いてください。はい、さあ続いて誰がいくかな。はい、はい、じゃあ3つ。はい、私の方はですね、ダンス三昧でした。ちょっとね4カ所回ってたんですけれど、うん、ちょっとね仕事もちょっと詰まってていけないかったんですけど、うん、先週から
ずっと行ってます、うん、はい、そうですね、2キロ本当は太ったんですね、だけどやっぱりこの1週間で減らしました、うん、おお、偉いです、はい、でも先週の水曜日は確か飲み会だったような気がするんです、あ、大丈夫です、はいはい、じゃあもう摂取量を優に、はい、運動で、はい、そうです、ダンススポーツ講座ですもんね、はい、素晴らしいです、素晴らしいです、はい、でところで優に、どういう食感でしたか、はいはい、私の方はですね、はい、先週ですね告知しました講演会、はい、私もスタッフとして関わってですね朝から、2次会3次会まで平日なのにかかわらず行ってきまして、はい、もう本当に沖縄の未来がすごく見えてきたと思ってですね、はい、もうぜひ皆さんに伝えたいなというのが思いがあります、はい、はい、ということで、はい、ね、それぞれに、うん、まあ、充実した1週間だったと思うんですが、私自身はすいません、はい、また先週先々週と、うん、引き続き2週間お休みをいただきましていろいろとですねやっぱりありまして、まあ割愛しますけれどもその、まあ、疲れもございまして、先週はですね、うん、途中からちょっとぎっくり腰をちょっと私自身がきついですよね、はい、でやっぱりこれ癖になるんですよね、そうです、そうです、整体治療院もやってた私ですので、そう治し方も分かってはいるんですが、ことごとくですねもう周りのねいろんな方たちのまあ看病したりいろんなことがあってですね、うん、心労がやっぱりそのまま、うん、それから寝不足をすると腰にくるっていうのがね、うん、そうですよね、でまた朝夕ねずいぶん涼しくなってますでしょ、うん、でそういうね日中のやっぱり温度のやっぱり体調管理とかね、うん、そういうのも影響してくるというのがすごくありまして、うん、はい、でも元気いっぱいですね、久々に名護の方で、講座もしてきております、うん、ということでね、頑張ってまた10月第1週目ですのでね、はい、皆さんと楽しくやってまいりたいと思います、はい、では今週もというか今月もどうぞよろしくお願いします、はい、公式Facebook ページ美女の掟を解説しています、毎回のこの掟 Facebook ページやツイキャスにコメントいただければ番組内で紹介いたします、ツイキャスやメッセージでどんどん番組に参加してくださいね、 FM ギノワンのファックスは098-943-0094、メールアドレスは797@fmginowan.com、 件名に美女の掟と書いてくださいね、ラジオは 79.7MHz、 ツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をインターネット配信中、サイマルラジオはスマホで無料アプリリッスンラジオ、またはパソコンで FM ギノワンホームページの再生ボタンをクリックしても聞くことができます、そしてスポンサーも募集していますよ、スポンサーになると嬉しい特典があります、はい、それでは免疫力の上がる番組をお楽しみください、オープニングは安室奈美恵チェイスザチャンスです、それではコマーシャルをどうぞ疲れが溜まってもゆっくり腰起こしやすいから気をつけて、あ、嬉しい、誰だろう、これ先に読みましょうか、ね、うん、はい、お願いします、はい、疲れが溜まってもぎっくり腰起こしやすいから気をつけてということですね、ありがたいですね、あと腰 の, つかあの痛みはわじわじから来るっていうのもあります。そうですね。そうそうそう。もう次から次へ。わじわじしてました？ありましたね。だってどうしようもないことで、いろんなことをこう、ね、延期したりね、こう予定変更しないといけなかったりあったので、多分イライラはあったと思います。もうね、全部抱えてるみっちゃんだから、本当自分を大事に。されてください、ね、うん、針治療を受けたらね、うん、しっかり寝てくださいって言われました、うん、と思います、大きいのをね担いでもする、うんうんうん、すごくね、始まってからもこれ読んだ方がいいですか、あ、今はね、全部ツイキャスには流れるので、うん、あ、ね、トロンボンさん聞こえてますよね、ありがとうございます、はい、それではねただいまお聞きの番組は、はい、ただいまお聞きの番組は FM ギノワンから生放送でお送りする美女の掟です、時刻は8時7分です、
さて今日の掟は夏の思い出です。はい、ね、もうあのコロナだったり今年はね、もう予定してないような、年になってしまいましたが、その中でもねこうめっきり秋めいてきて朝夕すごく過ごしやすくなってますけれども、それぞれのね夏の思い出などをお寄せいただきましたらリスナーの皆さん、コメントメッセージお待ちしております。ということでなんか応援メッセージが入ったみたいですけど、早速ですね、あの、いつものターミーからありがとういただいてます。はい、美女のおきて様、みっちゃん、ゆうり、みっつりえ、こんばんは。こんばんは。夏の思い出、今年の夏、この年になって新たに心の友ができた。すべての日常に感謝、かっこ詳しくはリエに聞いておくんなさい丸投げですこれどこまで喋っていいんですか、全部喋っていいんですか喋っちゃえ、ね、あのちょっとね、あのね、いろいろとね、タミがね、悩みがこう多かったので、結構ね相談に乗ったりとかはしてもらってたんですけど、ね、それによってなんか私も、ね、逆に元気もらったりとか、ね、あのやっぱりこう新たな、ね、この、ね、出会いに本当に感謝の 1年じゃないや夏、最近ねすごいあのいろいろと、話をたくさんできたので、はい、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします最近のね、投稿をあの読んでね、Facebook のあ、タミ元気になってきたなっていうのを感じてます、素晴らしいです。よかったね、安心しました。なんかねお出かけしてるところとかもね、見てたんで、よかったと思って、ありがとうございます。トロンボーンさんからもう一個来てますねいいえ聞こえてませんって、聞こえてるやっしゃーというやつでありがとうございます。なんかぎっくり腰気をつけてねっていうのが、すいません、優しいですね、ありがとうございます、気をつけます。はい、はい、もうあの私自身もね、今年本当にどこにも遊びに行けなかったっていうのがあって、で、あの旦那がですね、長期休暇、もうね、ホテルですので、ホテルが閉じてると当然あの、自宅待機になってくるわけですよ。そうすると暇だからか知らないんですけど、お家のこといろいろやり始めて、お家のペンキ塗りとかやって、でやるのはいいんですよ、壁はきれいになりました。でも床に全部こぼしてます、ペンキ養生はしてなかった、養生ねやったつもりだけどなとか言ってあまり強く言うのをやめようと思って、あの一人あの、ね、決めて、この際だから床まで塗ってもらいましょう綺麗になるかも、だって床ね、あのニスっていうのがあの、定番なのに、ここで白いペンキを塗っちゃったらどうすんのっていう感じでそっか、でもね、あの愛情を向けてっていうかね、こうあの自分の我が家にね、愛情を向けてこう、ね、修理してくれたっていうのは、よしとして、そうですね、そこはね、はい、はい、ということで、あの似たような話聞きました、あのフェンスとかね、庭のね、手入れをし始めたってある友人の旦那様、なんかがぜん頑張って毎週日曜日やってるみたいです今でもやってる、はい、そうそうそう、奥様はそれがね、なんかストレスになってるみたいですけどね、あのいろいろとあの庭仕事、今までほったらかしだったもの、あの庭何の木植えようかなって、だから今アセロラとかが、あの植えられてるんですけれど、それね、いくらで買ったとか言わないんですよ。後であのカードの請求書見て、うわー何これって私がギョッとするわけなんですね、なるほど、そうね、そういうのもあるんですね、はい、くれないのジャガーさん、今年の夏の思い出といえば、最近流行のソロキャンプに行きました。夕暮れとともに焼肉&ビールで、良い気持ちのままいざ寝ようとしたら、テントの中が暑くて暑くて一睡もできぬまま、夜明けとともに帰宅してシャワーを浴び冷えたビール飲んで、またビールなんですねエアコンのありがたさが泣けるほど身に染みました、なんかこれあるあるのような気がする、お
沖縄のキャンプは暑いよね。はい、なんか過去にそういう思いがちょっとよぎってきました。はい、なんかね、虫とかいたらまたね、もっと大変ですよね。本当ね、蚊がいなければね、外で寝た方が ずっと心地いいと思うんですけれど。でも、お疲れ様でした。くれないのじゃがさん、ありがとうございます。家を離れるとね、なんかせっかくのこのロケーションだったりとか、そういうね、海なり、こう山なりっていうかね、その自然の中にいるので、こう寝てしまうのがもったいないっていうのでね、こう朝までね、こう話し込んでお友達とね、過ごしたりとかっていうのありますよね。やっぱそういうのもね、なんかいい思い出になるなっていうふうに思いましたね。ソロじゃなければ楽しかったかもしれない、もしかしたら。いや、でもね、最近はね、ソロキャンプ流行ってるんですよ、本当に。あの、あれ、ヒロシさんでしたっけ。そうそうそう、ヒロシです。で、だから黙々と、そうそう、草薙剛さん、元スマップのね、つよぽんも、くるみちゃん、愛犬のくるみちゃん連れてね、キャンプ行ってましたもんね。ユーチューバーでなってまして、それ上げてましたよ。なるほどですね。なんか楽しそうだった。はい。ということでね、皆さんそれぞれの夏をね、過ごされているみたいですけれども、まあ、なんだかんだ言ってもですね、何年ぶりかで今年は夏休みいただいて、一泊ではあったんですけど、北部でね、台風の日に、雨の中をでしたね。ホテルに友人と行きまして、ゆっくりと羽を伸ばしたっていうね、美味しいものをいただいてっていうね、これも GoTo キャンペーンのおかげなんですよね。そういうのでね、なかなかこう県内に過ごしていて、県内の宿泊先に行くっていうのはなかなか計画しない限りね、そうですよね、なかったので、まあ、いい経験をさせていただいた夏だったかなと思います。またキャンプじゃなくていいからどっか行きましょう、合宿。そうね、そうそう、私この間美女の来てのキャンプ行けなかったので、キャンプじゃなくて合宿ね、合宿行けなかったので、一応表向きは研修でしたけど。いや、なんか言ったっかいでしょ、女子会でしょ。飲み会だったような気がしないともない。いや、何でもあり。ね、そういうのもなんか楽しいかなと思ってね、また行きたいなって、私も参加したいなと思ってます、ね、あら、夏の思い出、変わり映えない夏、ずっと仕事だ。仕事があるというのはありがたいことですよ。はい、ありがたいです。そうそうそう、私も一緒です、仕事三昧でした、今年の夏も。そうですね、はい、もう皆さんそうやって仕事頑張ってるということで、はい、本当ね、いいんですよね。そう、余計なことをして床を汚さないっていう、ね、それもあります。はい。でもだいぶ観光客っていうかね、今回 の、 自粛が解除されて、非常事態制限もね、緩和されて、で東京の方もね、 GoTo キャンペーン始まったっていうことで、なんかその動きっていうんですか、そういうのがまたね、変化が出てるっていうことなので、こう収束に向かっていくことも期待しながら、コロナに羅漢しないようにね、皆さんが健康で過ごしていただけたらなという思いがなお一層、強くなりまして、先日ですね、10月の2日、皆さん満月見ました？見ました。綺麗なね、中秋の名月と言われるね、十五夜、そして、翌日がね、いざよいというね、16日の旧暦16日の月じゃない、ね、16日のね、あれすごい光ってましたよね。そうそう、ね、満月の日よりも、10月の2日の朝ね、朝6時4分が本当のまん丸のお月様になるんですよ。そうなんですね、今月はそうなのね、で10月はですね、実は10月31日も満月が来ます。10月という月の中で2回満月があるっていうのはね、なかなかないことなので、そうですね、はい、ですから、すごくね、綺麗なお月様をね、で大きくて、光り輝いてたと思いますの で、 そうですね、ね、ね、15日じゃなくて、15夜じゃなくて17夜も見たんですけど、ちょっと欠けてはいたんですけど、すごく明るかったですね。そうでね、大きかったの、本当に。だからそういった意味でもね、やっぱり月のエネルギーを私たちいただいてるんだなっていうのをね、すごく感じた、満月でした、はい、ですから皆さんもまだその余韻がありますのでね、ぜひ月光浴
ね、月に向かっていい思いを描いていただけたらなと、はい、で、そうですね、感謝と浄化の、月と言われてますのでね、満月は、ですから、感謝の思いを月に向かって、お伝えできたらと思いますよ。皆さんもそうやってみてください。はい、はいはい、紅のジャガーさん、ね、息子が言っていた、夏休みが短いと春にまとめて取ったからだよって言ったら、あんな休みはいらんそりゃそうだ、遊べない休みなんて本当そうですよね。お家にいて、休み、確かに休みだけれど、なんか楽しみもなくという感じで、今年のね、特に高校3年生とかね、大変みたいですね。そうですよね、なんか大学生も全然ね行けてない、なんかね、他の高校生、中学生、小学生は学校始まったけど、大学生はなかなか始まらなくてっていう話を聞いて、あの、ね、入学式に学校行って、もうそれからずっとオンライン講義なんですね。そうそう、で、私の友人の息子さんはね、もうあの内地引き払って沖縄帰ってきて、どこにいてもオンラインは受けられるからって言って本当に投稿できるようになってから考えるって言って、帰ってきてしまいますよ。その方がいいかもですね。家賃代でバカならないんですよね。うちの息子はですね、あの、まあ、大学生なんですけれど、やっぱ工学部なので、実験とかには学校行くんですよ。でそれ以外は あの私のこの仕事部屋にですね、こもってですね、パソコン開いて講義を受けてるというね、奪われてるんですね、そう、パソコン、私が後ろをですね通るとね、うるさいなとか、ね、誰のか分かんない本当にな感じですね。トロンボーンさん、お四人さんは今月末のハロウィンは仮装するのかな。あ、これあのしましょうっていうこのあれですね、振りですよね。くださいっていうね。してもいいけれど、なんか恐ろしいことになりそうな気がするんですけど。いつも私はね、毎年ネイルだけでハロウィン気分をやってるんですけれど。いいですね。いいんじゃないですか、たまには。ね、やりますか。何やろう。ちょっといろいろ考えてみましょう。考えておきましょう。考えときます。リクエストがあれば、はい、答えられるかどうかは分かりませんが、あの、はい、むやみにリクエストは受け付けないようにだからリクエストあのは聞くけど、受け付けるかどうかは分かりませんということですね。一応参考までに、はい、そう、参考までに、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。期待しておいてください。はい、ついでにあのトロンボンさんもその仮装をですね、ちゃんと写真送ってくださいね。はい、よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。ありがとうございます。今年はね、もう本当に夏がなかったっていうのが、ちょっとね、あの悔しいではあるんですけれど、まあ、台風も来たし、なんとなく、まあ、こんなもんなのかなっていう感じがします。で、毎年毎年ですね、あのうちの家族はですね、私を置いて家族キャンプ行くんですよ。置いていかれちゃうの。そうそうそう、あの最初は私も行ってたんだけど、そのうちもう私行かないってなってですねもう疲れるんだもんって言って、でその時はもう独身三昧でですね、一人でですね、それはそれでいいですね、でお布団にこう大の字になってビール飲んで寝るというね、それも幸せです。いいかも。いいでしょそうですね、このコロナの影響の中で、やはりスマホとかこの YouTube とか、動画を見たりとかっていう、そういうね、あのなんていうのかな、オンラインというものが、あの会えないからこそ、このテレビ電話みたいなね、そういう Zoom だったりいろいろありますけど、そういったものがねすごく活躍した年だったなと。でやっぱりあのお一人で暮らされているお年寄りとかに向けて、実は宜野湾市の、女性団体連絡協議会助団協ですけれども、そちらの方でですね、スマホ講座っていうのを毎週日曜日3時から5時、行っています。無料でね、皆さんに、スマホの活用の仕方とか、そういうのをね、基本的なことから、あのお勉強していきましょうということでね、私も必要かも、で皆さんね、やっぱりね、本当ね自己流でやってるから、そうそこを言いたかったの、あの自己流でね、なんとなく使ってるけど、こんな便利な使
い方あったのとかね、うん、そうそう、私も一回ね、はい、参加したんですけど、そういう使い方あったんだっていうのが、そうそうそう、あ、じゃあ私も結構知らないこといっぱいあるような気がする、うん、もうぜひね、あの体験でもよろしいので、うん、あのいらしてみてください、うん、今月はですね、宜野湾市の上大蛇名の公民館で、うん、午後3時から5時の2時間ですけれどもね、はい、宜野湾市在住の方ということで、うん、お受けしておりますので、ぜひですね、体験にいらしていただきたいと思います。ごめんなさい、何曜日でしたか？日曜日ですね、はい、はい、日曜日です。で、来月からはまた11月12月ということで、新たにスタートするんですけれども、こちらは今社協の方ですね、社会福祉協議会の方をちょっと今交渉しておりますところで、決まりましたらまたご案内させていただきたいと思います。募集しておりますので、ぜひどんな風にしてるかなっていう風にね、気になる方、これからスマホをもう少し使えるようになりたいなと思われる方、どうぞ体験にいらしてみてください。上大蛇名公民館でお待ちしております。日曜日です。はい、はい、ありがとうございます。さあ、楽しく過ごしてまいりましたが、はい、皆さん、はい、国勢調査はお済みでしょうか？まだです。来てましたね。私、この間やったんですけど、はい、インターネットの方で、ウェブの方で、すごく簡単でした。あ、はい、インターネットから、はい、ちょっとちゃんと封筒届いてますよね、はい、それに、はい、パスワードと ID が入ってますので、はい、それを入れればもうあとちょんちょんちょんで終わり。じゃあ私それでやろうかな、ちょんちょんちょんで終わったんですね。、はい、楽です、はい、なので ぜひやってください。もうこれで宜野湾市の予算が降りるか降りないかっていう話なので、うん、おお、そうなんだ、はい、そうなんです。実はそうらしくて、最近聞いたんですけど私も。あ、じゃあ皆さん、はい、この、ね、ラジオ番組聞いてらっしゃる、うん、FM 宜野湾のリスナーの皆さん、はい、ぜひ国税調査にご協力をよろしくお願いいたします、はい、インターネットでもできるそうです。そう、はい、自分家の、うん、前の位置をちょっと良くしたいんだったら国勢調査、はい、水道が、ね、ちょっと良くしたいんだったら国勢調査、はい、これ5年に1回でしたっけ？なんかそのぐらいですよね。なんかそのくらいですね、うん、あまり気にしてなかったんですけど ねそういうことがあったんですね、うん、そういう話、もっと先に言ってくれよって感じですよね。本当ですね。それを、ね、うん、先に言ってくれたらみんな、うん、一生懸命協力、ね、うん、してくれると思うんですけど、はい、はい、図書館、皆さんの、ね、ところに封筒、ね、封書が届いておりますと思いますので、うん、はい、ぜひ開けてご覧になられてですね、はい、できれば、スマホ、インターネットからでも簡単にできるそうですので、うん、はい、国税調査の協力もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ただいまお聞きの番組は FM 宜野湾から生放送でお送りする美女の掟です。本当名残惜しいですね。4人揃ったのも久しぶりっていうのがあるんですけど、そろそろお別れの時間となります。来週の掟は秋といえばということ で、ね、秋にまつわる話を、うん、ちょっとしたことでも、送ってください、はい、はい、その他ね、リクエストがあれば、こういった起きてやってっていう、ね、うん、リクエスト聞くかどうかは分かりませんが、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、美女の起きて、この番組へのお問い合わせ、 FM 宜野湾電話、そしてファックス番号 098-943-0094 までお願いいたします。この後もチャンネルはそのままで番組をお楽しみください。それではまた来週も聞きに来てくださいね。今晩のお相手はみっちゃん、みつ、りえ、ゆうりんでした。バイバイ。バイバイ。風邪ひかないでね。だね。トロンボーさん送ってくれてる。ありがとう。なんだろう。ありがとう。一番ルクエラ。クルエラ？クルエラ？なんだろう。うん。ググってみよう。うん。101匹ワンちゃんの悪役、うん、クルエラが101匹ワンちゃんの悪役なんだ。で、オードリー・ヘップバーン、ローマの休日の、で、小川真由美、女ネズミ小僧の、あ、その格好設定ってこれ、あれいいな、小僧のアンですよね。じゃあ一応は参考に参考にということで、しゃべって、あ、そうだ、何それ、ね、オードリー、ありがとうございます。嬉しいな。あ、いいね、誰を
こんな感じで。ネズミ小僧。ネズミ小僧。の、どう、オファーマユミの、が相当美人じゃん。どうしようって。うん、クルエラとかめっちゃ細くないってこれ、これ三ツ矢さんですね。で3人しかないけど。ね